来たカイアポ畑、こことそれからこことそれからさらにこことそれからこことこことそれからこっちもだぜということでございまして、カイアポ芋、下芋、同じものですね。希少なさつまいもでございます。本日は生芋の価値ということでお話をしたいと思います。はい、このカイアポ芋、オーソドックスなのは芋の部分を利用することでした。そしてこのカイアポ芋にはビタミンとミネラルが豊富に含まれております。それ以外に生芋特有の成分としましては、 CAF という可溶性タンパクですね。これが一部の糖尿病に効果があるということですね。そしてあと止血作用のあるビタミン K も含まれております。このあたりはネットでいろいろな情報が飛んでおりますので、そのあたりをよく見られればよろしいかと思います。はい、ということで生芋に含まれる有用成分、これは生芋でないとないんですね。加熱してしまいますと可溶性タンパクが変質してしまって効果がなくなってしまうんですね。ということですので生芋に価値があります。生芋は非常に希少なので出回ることは稀ですね。ということでカイアポは取れたものをその場で確保してフリーズドライで水分を飛ばして粉にして保存しておく、いつまた取れるかわからない、そういった作物なので乾燥させて粉にしておくしかないわけですね。しかしそれがふんだんに取れるような状況があれば、この生芋をそのまま活用した方がよりいいわけですね。そしてこのカイアポはもともとブラジルのインディオが使っていたものです。インディオはこのカイアポで大体のことを賄っていたわけですね。ということであればこのカイアポ芋、加熱して栄養分として食べる分としても当然いいんですけれども、生のままで活用できる領域、これは生でないと無理なんです。ということでちょっとお高めですけれども、ぜひお試しいただけたらと思います。秋にはたくさんのカイアポ芋が取れます。ご希望の方はご注文の方お待ちしております。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。